皆さんこんにちは。マンドリンとギターの専門店池学でございます。いつも池学 TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回は普段からできる楽器の保管方法や管理方法についてお話しさせていただきます。皆さんは楽器の保管について何か気をつけてらっしゃることはありますでしょうか。楽器は大部分が木でできておるため温度の変化や湿度の変化にとても敏感でございます。今回は温度が高すぎると楽器はどのような変化を受けるのか、湿度が高すぎたり低すぎたりしてしまうと楽器はどのように変化していくのか、これについてお話しさせていただくのと対策についてもお話しさせていただきます。はじめに温度が楽器に与える影響についてお話しさせていただきます。温度が高すぎると楽器に使われている塗装や接着剤が影響を受けることがあります。楽器の表面は音の響きや木の保護の観点から塗装をしてあります。塗装の種類はメーカーによって様々です。また木と木を接着している接着剤はお湯で溶かして使用するニカワを使用することが多くございます。ボディを見ていただくとこのように線が入っております。この線が木と木のつなぎ目になっております。温度が高くなるとこの接着部分が剥がれてしまうことがありますのでご注意ください。具体的には夏の車内や直射日光の当たる場所などです。また冬ではエアコンやストーブの風が直接当たる場所も高温になります。お気をつけくださいませ。次に湿度についてお話しさせていただきます。日本は1年を通して湿度の変化がとても多い国だと言われております。まず梅雨の時期など湿度の多い時期では楽器が湿度を吸って変化してしまうことがあります。具体的には左手で握るこのネック部分について湿度を吸いすぎてしまうとネックが変化してしまうことがあります。これはネックの反りと言われる現象です。ネックの反りが起こってしまうと弦を押さえるのが難しくなったり弾きづらくなってしまうことがあります。またボディの木が湿気を吸ってしまうと楽器本来の響きが出なくなってしまったり金属パーツの部分が錆びてしまうことがあります。湿度の高い場所で楽器を保管することはなるべく避けるようにすることをお勧めします。続いて湿度の低い時期でございます。冬の季節は湿度が低くなることがあり楽器が乾燥することがございます。楽器が乾燥すると楽器から水分が出てしまいます。急速に乾燥すると木が縮んでしまったり楽器が割れてしまうことがあります。湿度の低い場所で楽器を保管する場合は乾燥のしすぎにご注意くださいませ。では楽器にとって温度と湿度はどれくらいが適切かについてお話しさせていただきます。まず温度は人間が快適だと感じる温度は楽器も快適でございます。また塗装によって様々ではございますがおおよそ25度前後が適切だと言われることが多いです。続いて湿度についてですがおおよそ 45% 前後が適切だと言われております。湿度を管理する場合はこちらの湿度管理用品を使っていただいて管理することをお勧めしております。こちらの商品は楽器最適湿度保持剤ミュージックモイスチャーです。湿度が高い時は湿気を吸ってくれて湿度が低い時は吸った湿気を出して楽器に最適な湿度 45% を維持してくれる商品です。使用期限は1年で1つに2袋入っております。使い方はケースの中に入れるだけなのでとても簡単です。ミュージックモイスチャーがあれば大丈夫と思われるかもしれませんが梅雨の湿度が多い時期や冬の乾燥時はミュージックモイスチャーだけでは補いきれないくらい湿度の変化が発生します。そのため他の2つの商品を組み合わせて使うことをお勧めしております。こちらは弦楽器用除湿剤ドライフォルテです。その名の通り湿気を吸い取ってくれ
消臭や防カビ、防サビの効果もあります。楽器専用となりますので過度の乾燥とならないような設計になっています。時々お菓子や衣類用の除湿剤を使用されている方がいらっしゃいます。除湿の力が非常に強いのでご使用されている場合はすぐに取り出していただき、必ず弦楽器用のものをご使用くださいませ。こちらは梅雨入りの時期から9月末頃の湿度が高い時期に使用します。使用期限は1つにつき3ヶ月から4ヶ月程度、1箱に3袋入っております。3つ目はダンピットという商品です。チューブの中に水分を含ませ楽器のサウンドホールの中に入れて使用し、楽器を加湿する商品です。演奏する際は楽器から取り出していただき、再度ケースにしまうときに楽器に取り付けます。バイオリン族の楽器にも使われる商品で、サイズがいくつかございます。マンドリンはこちらのチェロ用、マンドラ、マンドロンチェロにはこちらのベース用のご使用をお勧めしております。使用時期は乾燥注意報が出る頃から3月末の湿度が低い時期に使用します。使用期限は特にございません。年間で見てみるとこのような組み合わせになります。それぞれの商品の使用時期が終わったら必ずケースから商品を出すようにしてください。商品を入れたままにしてしまうと乾燥する時期にさらに乾燥を重ねてしまうなど、楽器にとって良くない影響が出ることがあります。いかがでしたでしょうか。温度と湿度の変化は楽器にとても影響があることをお話しさせていただきました。木は自然なものですので、残念ながら絶対にこうすれば大丈夫というような保管方法はございません。しかしながら少しでも皆様の楽器が良い状態が保てるように今回ご紹介させていただきました。ご不明な点がございましたら、この動画のコメントもしくは池楽にお気軽にお問い合わせくださいませ。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。